今回は、複雑履歴化しないシャドールーツっていうのを作っていこうと思ってます。ブリーチ比率がかなり上がってきている中で、いろんな教育コンテンツがこうちょっと飽和状態になっていて、でやっぱり見よう見まねでやってみるんだけれどもどこか違うというか、ちょっとブリーチがどんどんお客様が、そのしわ寄せで複雑履歴化してきているので、シンプルに、残留しない薬剤っていう選定と、あとは、より効率的に、よりそして効果的に現れるような、簡単なシャドールーツをご提案できたらなと思ってます。